はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、本日はですね、10月の11日、金曜日、の朝にね、えー、この動画撮っております。はい、なんですけども、今言いましたように、本日はね、11日ですね、ということで、えー、本日何の日でしょうか皆さんよくご存知ですよね。まあ、本日ピンク着ておりますけども、 え、としのみや愛子様のね、単独公務ということで、第78回の国民スポーツ大会にお越しになるということで、どうでしょうか佐賀県の方非常にね、お楽しみですね、という一日になると思います。えー、まだね、これ朝早くに撮っておりますので、えー、まだ具体的にね、えー、としのみや愛子様、えーねえー、ご到着されました、みたいな報道はまだなんですけども、 いや、本日はね、そういったような報道があると思います。私も待ち構えております。そういったような報道が出次第ですね、皆さんにお伝えさせてもらおうかなというふうに思っております。なんですが、えー、まあ今回、ね、ピンクのシャツ着ております。やはりね、愛子さまの話題なんですね。えー、ぜひね、最後までご覧になってみてください。はい、今回ね、今言いましたように、愛子さまに関する話題なんですけれども、実はね、話としては2つあります。えー、1つはですね、 えー、愛子さまの海外初公務、来年ブラジルだろうといった話ね。この話は前もね、少しあったので、私も動画の中でお話ししたかなという記憶もあるんですけども、いずれ,いずれにしてもですね、今現在宮内庁の中でそういったこと、どうもね、検討中のようですよ。まあ、いずれ発表されるのではないかということで、えー、愛子さまのね、えー、本当に海外初公務ということになったら、まあ、本日のね、佐賀県を訪問も非常に楽しみなんですけども、 まあ、それ以上に盛り上がるだろうしね。日本とこのブラジルの間ですごいことになるでしょうね。報道合戦でね。まあ、そういったようなことが予想されます。でもまあ、とりあえずね、本日は、えー、まあ、佐賀県にお越しになるということで、また大歓迎だろうね。えー、といったことで、えー、私もね、いつニュースが出るか、みたいなことで待ち構えております。はい、なんですけども、今言いましたように、そういった中で、宮内庁の関係者の方が言われているという話なんですけども、えー、初のね、 海外公務として、来年に国交樹立130周年ということらしいですね。まあ、それにちなんでということで、ブラジルを訪問されるのではないか。そして、今現在水面下で話が進んでいるといったような話です。どうでしょうね。えー、ぜひね、もうあのー、やっぱりね、アクションの宮家がさ、あっち行ったりこっち行ったりして、いらねえよ、みたいな感じなんだけど、 これね、年の宮愛子様がブラジル行く,と行くっていうことになったら、私なんかウキウキだな <laughs>、みたいな感じなんですけどね。はい、えー、そういったようなまず話が出ております。でね、なぜこういったような話かというと、例えば、もうだいぶ前になりますけどね、1982年、金城陛下も初の外国のね、公式訪問ということで、ブラジルを訪問されておりましたよね。まあ、この時にはね、実際にね、 これね、日系人の方が1,500人ぐらい集まられて歓迎式典が行われましたというもうだいぶね、前の話ですけど、1982年だから18年のもう42年前ですよね。まあ、といったようなことを若かりし陛下のね、皇太子の時だったような話なんですけどね。はい、そういったようなことがあるので、まあ来年ね年、の宮愛子さま 130周年記念ということで訪れるのではないかといった話だとか、まあ例えばね、皇室関係、まあ天皇家といったような観点で言うと、サーヤさんですね。サーヤさんもやっぱり初の公式訪問で、えーね、国は行,行かれた国がブラジルだった、ありましたね。まあそういったようなことがあるので、やはり、えー、天皇家ねのね、やはり唯一の皇女様、み宮愛子様がブラジルに行かれるのではないかといったような話が出ております。 これに関しても楽しみですね、えー。正式な公式の発表を待ちましょうということですけどね。私も正式な発表あったら皆さんにすぐにお伝えしますよ <laughs> という感じですね。はい、えー。そういったような中でですね。えー、まあ、こうしのジャーナリスト、もしね、えー、そういった形で、えー、愛子さまがブラジルに訪れれば、まあ、日系人コミュニティの盛り上がりでしょうね。まあ、現地でもそういった盛り上がりになるでしょうし、日本の報道もすごいだろう。 とととといいったよううななここでで、えー、楽しみだなということですまずね今回に一つの話はこのブラジル訪問かもよといったような話が一つとですねあとはね女性天皇論に関する話ですということで次のページ。 はい、えー、実はですね、えー、女性天皇論を今までね、もうなんかちょこっと話をしたらすぐストップみたいな感じですよね。あの、えー、2021年の有識者会議のね、えー、もう報告書をもとにということで、 下に書いてあるような安定的な皇位継承の確保に関する懇談会みたいなことで、えー、まあ自民党でもやっておりますよね。で、会長に関しては麻生さんが麻生太郎さんがねやられているわけなんですけども。まあ実際はですね、えー、この女性、天皇論によるストッパー役というかですね。 ストップをかけていたのが麻生さんなのではないかみたいな話が記事として上がっていたんですね。えー、これがね、女性セブン、今週出ている女性セブンなんですけど、まあね、どうなのかっていう感じですけどもね、まあもともとは犬猿の中というかね、今現在の、えー、その、えー、麻生さんとね、えー、そしてですね、新しい新首相新総理大臣の石破茂さんとは犬の中で仲が悪いみたいなことがあって、まあ実際ね、 えー、この麻生さんにおいても今現在最高顧問の地位に、ね、なりましたよね。まあ、最高顧問。まあ、あの、ご年齢もありますので、えー、実際にはね、いい響きではあるんですけど、まあ、あの、実際にはね、何もない、まあ、的な話ですよね。ということも考えると、石破さんにとってはですね、まあ、目の上のタムコブ的な人が、まあ、いなくなったというかね、その自民党を運営していく中でそういったことになったということで、やりや,や,りやすいのではないか。そしてね、 もともとこの女性天皇論をストップをかけていたのが麻生さんなのではないかといったことも考えるとですね、なおかつこの石破さんが新しい総理大臣になられた、自民党の総裁になられたということで、もともと石破さんに関してはね、女性天皇論もしくは女系天皇論を完全に排除して議論するのはどうなんですかと疑問を持たれた発言もされておりました。 まあ言うなればですね女性天皇論に関しては反対はされてはいないわけですよねまあそういったことも含めてまあ多少ですが、えー、この石破さんが新しい総理大臣になられたということでまあ多少ですけど流れがね変わるのではないかんまあどうかなっていう感じですけどねまあこれに関しては私も見ていきますけどもただね石破さんの後の発言もね 久人様までは絶対というふうに言われておりますし、つい先日も私もね、えー、報道をご紹介させてもらいましたけど、まあ個人的な意見は差し控えるといったことで、まあね、自民党総裁になられて、もしくは総理大臣になられてからですね、発言がかなりね、2歩ぐらいも後ろに進んでおりますよね。まあこういったようなところが、まあ何て言うのかな。 まあ選挙対策であれは選挙対策だったのかって言われても仕方がないしね、どうしても日本、まあ人間というのはね、あるね一定の位置地位というかね、そういったようなものを得てしまうと、そこでね、非常に保守的になってしまうといったことなんじゃないかなと思いますけどね。いずれにしてもこれに関しては見ていきたいなと思います。女性天皇論をストップさせていたのは、 なんとなんと、あの、麻生太郎さんだった、みたいなことを言ってるけどね。まあ、ここら辺ちょっと、えー、事実関係ではちょっとわかりませんけどね。いずれにしても石破さんになって少しは動くのではないか、といったようなことなので、皆さんと一緒に見ていきましょうね。はい、えー、と、いったようなことで、今回はですね、敏宮愛子様に関する話題、2つ申し上げました。まあ、やはりね、先ほどお話しした、 ブラジル訪問ですね。これに関してはね、楽しみに待ちたいなというふうな感じですね。いつになったら発表してくれるんですか、宮内庁さん。ということで、なんかね、今回水面下で動かれている。 とといったことが暴露されておりますからまあこういったような話がね暴露されると結構それが具体的になるといったことを私も今までねずっと見てきたのでこれブラジル訪問はね確かにあるかもしれませんね来年ねまあ来年のいつ頃かっていうのはまだ分かりませんけどねまあ今現在その日赤のえ当然お仕事もねされて毎日えほとんど欠勤なくですねえーまあ実際にはお勤めになっておられる年の宮愛子様まだ ですからね、これブラジルに行くっていうことになったらね、片道だけでね、乗り継ぎ便を経由して30時間ぐらいかかるでしょ私もね、ブラジル1回2回かぐらい行ったことありますけどね、ほんと大変ですよ。はっきり言ってね。まああの、さすがにね、私もね、えー、ブラジルまでっていうことになると、当時はもう、どのぐらい前かなもう20年ぐらい前ですけどね。 え、行かす。2回ぐらい行ったことありますけども、なんて言うのかな。もうとてもじゃないけど、やっぱりさすがにね、えー、2つの便をね、乗り継いでいきますからね。十何時間のフライトをね。さすがにあの、エコノミーじゃ行けないなと思って、その時ばかしはビジネスで行かしてもらいましたけどね。でもさ、ビジネスクラス乗ってもね、えー、それでも大変だったですよ。 といったことも考えると、まあ、日跡の、今言ったように日赤のお仕事が絡んでますのでね、まあそういったようなお仕事の都合がつくような時期に、まあ、たまたまなるのかといったようなことだと思いますけどね。いや、本当とね、行くだけでも大変ですよ。乗り継ぎ、乗り継ぎ便でね。しかもね、時差ボケが広いですからね。まあそういったことなので、まあいずれにしても、えー、こういったようなことがね、えー、実際に起こってほしいなというような思いであることには変わりありません。皆さんと共に期待しましょう。といったことですね。 はい、えー。ということで、今回もありがとうございました。本日もね、えー、引き続きいろんな動画を上げていきます。そして、えー、昨日、おとといから言わさせてもらってる通り、この動画の後にね、あの例のフィードバックのやり方というのをね、つけておきますので、えー、今回もぜひいいねボタンとね、フィードバックしていただけたら大変ありがたいです。ありがとうございました。バイバイ。 YouTube をね、えー、皆さんいろいろご覧になっていると思いますけれども、まあ,あの、携帯電話からご覧になっておられる方、そして、えー、パソコン等からね、えー、ご覧になっている方ということで、今回は2つのやり方を、えー、示させてもらいます。で、最初に、まあ、例えばですが、iPhone 等のね、えー、携帯電話で YouTube をよくご覧になるという方のフィードバックの入れ方。えー、で、まずね、えー、図式化した通り、丸一、丸二、丸三とね、書かせてもらった通りですね、 まずね、えー、携帯電話でこの YouTube の、ね、アイコン、まあ、YouTube をいつも開くときにねえ、皆さんクリックされておると思いますが、そちらをクリックすると、まず一番左のね、えー、要は YouTube の検索画面に行きますよねで。そこに例えばですけど、左上にある通おり、まあ、アジアで行きようといったようなことを入れてね、 検索していただくと、えー、今一番左の画面アジアで生きようのこの右側ですね丸1として書かせてもらっている3つあのポチポチポチとね、点線がありますよねそこをねぜひクリックしてみてくださいそこをクリックしてもらえると真ん中の画面で、えー、このね検索ファイルだとかヘルプとフィードバックって出てきますのでその丸2の部分ですね そしてこのヘルプとフィードバックというところをクリックしていただくと、その右側の画面、そして下の方にこのね、フィードバックを送信といった、やはりクリックできるところがありますので、この丸3のところですね、ここをクリックしていただくと、具体的にそのフィールドバックが返せるような、まあね、画面になりますので、 まあできればね、そこに、えー、この、えー、番組は非常にいいだとかね、えー、まあ、どういった観点で非常に有益だとか、まあ、そういったようなことを入れていただくと大変ね、えー、このご支援いただけるということなんで、ぜひよろしくお願いしますということなんですね。で、これがまず携帯電話の場合のやり方、そして次のページ。 はい。でですね、これがね、パソコンで通常 YouTube 等をご覧になっておられる方。私なんかはね、やっぱり動画の編集なんかもあるので、よくパソコンを使ってるんですけども。はい。でですね、まず左上、この丸1のところなんですけども。で、私の動画をご覧くださると、まあ今ね、私のどうでもいいような顔が映っておりますけども。まあこんな感じで私がね、話をしてるわけですね。で、この YouTube をご覧になっていただいている画面の右上ですね。 で、私は YouTube のアカウントを持ってますので、ここで、あの、えー、ま、アイコンというかね、私の写真が貼ってあるんですけど、これどうなんですかね ?YouTube のアカウント持っても、ね、持っておられない方は、なんか点線かなんかになってるのかなまあ、一番、いずれにしてもですね、この右上のところをクリックしていただくと、えー、それがですね、右側の画面になります。で、えー、一番上にね、そのアジアで行きようといったような、えー、 まあ私のね、顔がついたような画面になっているんですけど、そこをね、下の方にずーっとスクロールしていただくと、一番下にね、フィードバックを送信といったところがあります。で、ここをクリックしていただくと、丸2番のところですね。ここをクリックしていただくと、この左下の丸3のところにうつ移りますので、ここでフィードバックの内容をご記入くださいといったことが出てきますので、そこの下の方にね、先ほど言ったように、 まあ有益なチャンネルだみたいなことを入れていただければ大変ありがたいですと。で、えー、これをね、実際に送信していただくと、まあ、例えばね、Google からの情報を受け取りますかみたいなことがいろいろあります。あるいは、スクリーンショットをね、添付できるような画面もあるんですけど、まあ、そこら辺はね、もしね、えー、皆さんがやりたいのであればっていうことなので、まあ、私としてはもうそういったね、 えーまあ、文章を入れていただければ大変助かるということで、まあ、そういったようなことを、えーまあ、順番に、ね、進んでいただけるとその皆さんが記入されたフィードバックが YouTube 宛に送信されるといったようなことなわけですね、はいえー、一応パソコンの場合そしてですね携帯電話でご覧になっている方のフィードバックのやり方をお示しさせてもらいましたぜひ皆さんよろしくお願いします